3月のスペシャルランチはボローニャ風ミートソースのスパゲッティ、黒毛和牛のタリアータを乗せて、なんということでしょうか。黒毛和牛の塊を熱々のグリルパンへライドオン。美味しそうな音、そしてこの焼き目を見てください。もうたまりません。そして子供から大人まで嫌いな人はいないですよね。ラビータ定番のミートソース、美味しさの秘訣はたっぷりのチーズを入れてしっかりとパスタと絡めること。マジっすか。さっきグリルした黒毛和牛をパスタの上に全部乗せちゃうなんて。仕上げは公爵の酢、バルサミコとフルーティーでスパイシーなオリーブオイルで。昼からがっつり行きたい人は絶対に見逃せませんね。